前半我慢ね、前半は我慢、最初15、20分は、ね、この試合も結構主導権握ってるから、京都ね、前半は我慢、ポジティブに、全員で、どうも前に前にな、気持ちも前に戦うよ、声出してよ、みんなで、ポジティブで、ね、ポジティブで、ね、入るよ。今日は特に途中から出た選手がキーになる、いや勝負を決めることになると思うから、先発で出る選手はもうとことん全うして、これだけ素晴らしい選手がいるから、しっかりバットを渡して、でその選手が決める、今日いいかな、最高します。
持ち上がって打ってっちゃう。一人止めました。まあ、ここはビルドアップしてきますよね。ここハイプレス行ききれるのか京都というのは見たみたいですよね。はい、まあ、豊川が行きました。ディフェンスライン乗る。レオセアラが狙っている。レオセアラ、ここはキソユンです。京都としてはヒヤリとするシーンでした。一瞬でゴール前まで来ました。少し見合ってディフェンスラインとキーパーが、ね、見合ってしまった形になりました。まあ、そこをレオセアラ選手が、ね、斜めから入ってきてね、相手の背後から入ってきて決定機を作りましたよね。はい、現在16試合12得点リーグトップです。レオセアラ、やはりこのカピシャーバが入るとこのセレッソ大阪の推進力本当に一段上がりますもんね。左サイドは本当に左サイド両翼とも本当に素晴らしいですし、カピシャーバ選手、はい、奥のいいですよね。うわ、来た、スルーパスが出る。シュートだ。うわ、パスを選択。先制点レオセアラ。中央のところで起点をつく、このヒールパスがうまかった。また2列目からね、このブエノ選手打つかなと思ったんですけども、冷静にパスでね、最後エースが決める。セレッソらしいゴールです。ここ普通打ちますよ、しっかり見てますから。素晴らしいアシスト。はい、松田天馬粘って佐藤京のサポート、ぶつかえる。来た、ドイカーだ。ここはキム・ジンヒョン、切り替えの局面のプレスもね、距離感よくテンポよく回しますよね。はい、カプシャーバ、ギラリアシュートだ。強烈な左足、このコントロールうまかった。一発で前を向いてね、ゴールに向かっていって思いっきり振り向きましたよね。紙一重ですね。すごいシュート。来た、行きました。ここで試合終了の長い笛です。京都産が石井対セレッソ大阪の一戦、一戦は1対1の引き分けで終了しています。ネガティブドライのとこ、よく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 2試合、大事な2試合全員でまた乗り越えよう。やな、 OK、 はい、せーよ、よし、お疲れさん、よいしょ、お疲れ。Achei que poderíamos tivemos a oportunidade de matar o jogo. Precisamos aprender com nossos erros, precisamos ser mais eficientes, apesar de ter conseguido criar algumas chances, um gol não foi o bastante.Então precisamos ser mais eficientes para fazer mais gols e conseguir a vitória. Sim, é, Alice, uma jogada muito bem trabalhada, que a gente faz bastante no treino.
um gol bem bonito. E eu achei que o Léo estava melhor posicionado, então sempre a primeira opção vai ser para quem está melhor posicionado. E enfim, o gol foi coroado aí pela linda jogada. A gente fica um pouco abatido porque queríamos muito a vitória, sabíamos que tínhamos que ganhar e deixamos escapar aí dois pontos, né? Mas é isso, é ver o que a gente errou e pro próximo jogo não errar, aprendizado, porque nós temos um time bastante forte e precisamos brigar lá em cima. Senshu, supporter, partner が作り上げてきたセレッソ大阪の30年。これからも大阪のために、そして世界一のクラブを目指して。 A sustainable future.Yanmar.